サティア・ナデラは、アメリカ合衆国コンピューターソフトウェア大手企業、マイクロソフトの最高経営責任者兼会長、同社クラウドエンタープライズグループのエグゼクティブバイスプレジデントを担当し、Bing、Xbox、Microsoft Office の最高責任者である。インドハイデラバードで、テルグ語を母語にする過程に生まれた。ファーストネームのサティアは、サンスクリット語で普遍。 絶対的な真理、実在などの意味を持つ。マンガロール大学で電気工学の学士号を取得した。本当はコンピューターサイエンスを学びたかったが、該当の学科がなかったので電子工学を学んだ。学生時代はクリケットに夢中になり、そこでチームワークやリーダーシップについて学んだと語っている。マンガロール大を卒業後、ウィスコンシン大学ミルウォーキー校で、 情報科学の修士号を取得し、シカゴ大学で MBA を取得。妻と子供3人がいる。1992年、サンマイクロシステムズからマイクロソフトに転職した。なお、マイクロソフトからのオファーを受けた当時、彼はシカゴ大学ビジネススクールへ MBA 取得に向け通っていた。当時の生活は金曜日の夜にシカゴへ飛び、 土曜日のクラスに出席し、その後今週中に仕事に戻るために、レドモンドに戻る生活であり、2年半かけて MBA を取得したと語っている。サーバ部門、ビジネスソリューション部門などを経て、2008年、オンラインサービス部門の上級副社長に就任していた。2011年、サーバツール部門社長に就任していた。2013年、同社のリストラを契機にして、 クラウドやエンタープライズエンジニアリング部門の上級副社長に就任していた。2014年2月4日、スティーブ・バルマーの退任後、最高経営責任者に就任し、ビル・ゲイツ、スティーブ・バルマーに次ぎ、歴代3代目の CEO になる。エンジニア肌ながら、クリケットと死を趣味に持つという一面もある。あなたは、実に、 多くの文章やページを費やした三文でもって描きうるものを捉えようとしているが、それを数行の主文に変えても、なお、本質を捉えることはできる。これぞ圧縮だ。最高のコードとは死なのである。You are trying to take some things that can be described in many, many sentences and pages of prose, but you can convert it into A カップルラインズオブポエトリーユースティルゲットザエッセンスそういとエスザットコンプレッションザベストコードイズポエトリーサティアナデラサティアナディラフェイスブックページ中国の成果大学経済管理学院で顧問委員も認めているサティアナデラグレッグショージルトレーシーニコルズヒットリフレッシュマイクロソフトサイとテクノロジーの未来山田義明江戸新サ役日経 BP 2017年11月20日、ISBN978 から48億2,225万5,336。里谷奈良執行副社長が、マイクロソフトの新 CEO に就任、AB ラブズクリケット、ディスパイトブラックキャップスハンマリングインディア、米マイクロソフト新 CEO に、 クラウド担当副社長のサティア・ナディラ氏、AB ・マイクロソフト新 CEO ・サティア・ナディラ氏とは人物像を探るバイ・ホンダ・マサイチ・サティア、ナディラ最高経営責任者、マイクロソフト,マソフト・マイクロソフト CEO、マイクロソフト・サトヤ・ナディラ、清志大学管理学院1回目、聖火大学経済管理学院、2017年11月24日閲覧。ありがとうございます。